はい、皆さん、おはようございます。はい、今日は、とても天気がいいですね。うん。それでは、天気がいいのですがね、いつもの場所がね、まだ朝早くて、ロープが張ってあったんですよ。で、まあ、しょうがねえなってことで、この前空いてたんですけどね。はい、これはウェルシアというドラッグストアのレジのあたりで見つけたんですけども、ダックワーズサンド。はい、ダックワーズですよ。ね。ダックワーズってなかなか手に入んなくて、まあ、とりあえず。最初ね、なんだっけ、カルディさんの、なんか、猫ちゃんのバッグのセットの中に入ってたのを食べて、ダックワーズ好きになったんですけどもね。これで、意外とね、ダックワーズ売ってないんですよ。うん。このね、近所とかね、スーパーとかね。うん。で、メルカリとかで、うん。取り寄せてましたね。うん。で、ケーキ屋さんに稀に売ってることがあります。はい。だけどもこれね、普通にこういう風に山崎さんから出てる、はい、ダックワーズです。はい、こちらをいただいてみようと思います。はい。どうですかね？あ、やばい。結構ね、まあ、かけちゃってるんですよね。割れやすいですからね。うん。このね、大丈夫だろうか。いただきます。うん。おいしい。すごい。ふわっこして。やべえ。めっちゃこぼれる。この断面を見せたいんですけどね。めっちゃこぼれるけんね。どうだ？いけるか？ちょっと手を捨ててね。どう？見てみて。クリーム、クリームが入ってるよ。あ、これはうめえ。ついた今。うん。これはへ。うん。なんかね、ボリューム感あるから。うん。ごめん。ちょっともう、パン乗りなんですよ、パン乗り。うん。パンみたいに、ふわっとする。うん。で、表面はね、ちゃんとサクッとしてるんですよ。うん。これは美味しいな。うん。これでね、もう一種類あったんですよ。コーヒー味の、キリマンジャロ味。こっちにしようかなと思ったんだけど、とりあえずこっち。両方と変えよう、みたいな感じしたんだけどね。うん。ここよね、やっぱね。やばい。まあ、ね、ウィルシアさん、ある方は、まあ、ぜひ、覗いてみてください。はい。はい。これ、また今日、ね、ちょっと、買おうかな。キリマンジャロも。うん。でですね。うん。これまた、ゆっくり食べます。うん。ね、ゆっくり食べよう。うん。で、こっちやな。これ。これはね、これはどこやったかな？あ、これコンビニなんよね。どこやっけな。ちょっと忘れた。あ、コンビニちゃう、ごめん。ダイソーやった。ダイソーの、ダイソーさんです。はい。これね、これ有名でしょ？この、これ、すいません。読み方わかんないですけど、八天堂さんかな？八天堂さんかな？八天堂さんかな？はい。これ有名なんで、お前知らないの？っていう。これ、文字だけはよく見るんですけどね。うん。こちらのパンの、クリームパン風グミ。ね。はい。これがありましたんで、ちょっとね。クリームパン風のグミっていうのは初めてね、見ましたんで、ね、ちょっと買ってみました。まあ、中のね、あれが、カスタードの味がするようですね。風味。うん。まあ、こっちもあるわ、図はね。はい。で、はい。これいただいてみましょう。あ、待てよ。待てよ。拭くね。あ、拭くやつね。やばい。前か。あるある。拭くやつある。これね。これね。うん。よくお店で、余ったら持って帰るってやつね。うん。開かないな。はい。クリームパンのね。うん。お。あ、見た目がね、ちょっとパンみたいで可愛いかな、これ。ちょっと見せるね。ほら、見て。わかるかな？逆光でね。うん。かわいいでしょ？うん。いただきます。ちょっと噛んでみようかな。
うま。ん、硬いよ、これ。別に中もなんか入っとうか。中もしっかりグミで、とろっという感じじゃないけど、うん。ハードグミ。ハードグミですね。うん。あの、味するよ。うん。カスタードグミ。あ、ちょっと図がね、こんな感じだから、とろっと出てくるのかと思ったら、そのとろじゃないけど、うん。ちゃんとね、うん。カスタードグミ。うん。うん。ハードグミ。ちょっとくらいハードグミ。うん。うん。まあ、普通かな？うん。最近ね、めっちゃ柔らかになるから、それから比べたらしっかりとしてるけど、うん。うん、うん、うん。美味しい、美味しい。うん。まあ、カスタード風味だね。うん。はい。まあ、びっくりするほど、うわ、これなんやねんって感じじゃなくて、普通に、あの、カスタード風味で美味しいグミです。はい。それでは、見てくれて、ありがとうございました。またねー。